どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、9月に入りましたということで、8月までですね、エポスゴールドカード以上のね、クレジットカードで選べるポイントアップショップで、ミクシーとかね、スイカとか選択していただいて、ボーナスポイントね、もらってた方、かなりね、多かったと思うんですけども、まあ、こちらもですね、8月31日で終了になりましたということで、今回ね、 あの動画のコメントにもね、質問来ておりましたので、今回の動画では、このね、エポスゴールドカードの選べるポイントアップショップね、封鎖されてしまいましたので、まあ私的にですね、お勧めできるね、マイルが貯まる、またね、アメックスのね、経由のですね、モバイル追加のね、チャージルートですね、解説ね、していきたいな、なんていうふうに思いますので、気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。 ということで、今回ね、封鎖されてしまったルートがね、こういった形になりますよね。まあ、こちらね、ミクシーになっておりますけども、このね、選べるポイントアップショップっていうので、ミクシーをね、選択していただくと、このね、JQ エポスゴールドカードであったり、エポスゴールド、またね、エポプラとかもそうですけども、このミクシーのね、チャージが1.5%還元でね、利用することが、 できたんですよね。これが年間ね、100万円利用していただくと、このね、JQA ポスゴールドとか A ポスゴールドの場合は1、1%還元がね、上乗せされるっていう風になりますんで、合計2.5%還元がま取れていたわけなんですけれども、これがですね、この選べるポイントアップショップがね、封鎖されてしまいましたので、まあ、100万円までの利用で1.5%還元に落ちてしまったっていう風になるんですよね。 で、9月1日以降はですね、基本還元率0.5%、100万円の決済でプラス1%ということで、まあ合計1.5%還元っていう風になってしまうんですよね。まあこういった感じでね、まああの、選べるポイントアップショップ自体のですね、還元はね、まあ今回ね、あの8月31日で封鎖されてしまうわけなんですけども、まあこれのね、利用に慣れている方っていうのは、まあ私個人的にはですね、そのまま利用していただいてもね、いいのではないのかな、な っていうふうに。 思うんですよね。まあ、100枚までのね、利用にはなりますけども、ま、あこちらね、ま、あ今まで2.5%還元でしたけども、まあ、1.5%還元に落ちますよね。ま、あ落ちるは落ちるんですけども、ま、あこちらですね、もう慣れてね、このまま利用したいっていう方もね、いらっしゃると思いますし、まあ、このまま利用していただいてもね、1.5%還元ってそれでもね、まあ、すごいかななんていうふうに個人的には思うんですよね。あの、ビューカードっていうね、あの、クレジットカードありますよね。ま、ああれからね、モバイル追加チャージするとね、1. 5%還元なんですよねですので、このね、まあ、選べるポイントアップショップ自体はですね、終了してしまったんですけども、まあ、そのまま利用していただくのもね、全然ありなのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、今回ね、8月31日で、ま、終了はしてしまったんですけども、慣れてね、買えるのめんどくさいっていう方は、まあ、そのままね、利用していただくのもね、いいのではないのかな、と思います。それではですね、まあ、今回ね、まとめさせていただくルートなんですけども、 こちらのルートですね。こちらは iPhone の方、Android の方ね、両方の方が利用することができます。こちらがね、基本ルートっていう風になっておりまして、まあ一番ね、簡単に利用することができるのではないかと思いますね。T カードプライムから a n a p イ経由のモバイルイカルートで、ANA マイル還元率1.55%還元っていうルートですね。で、こちらはですね、T カードプライムっていうね、クレジットカード、まあ先日ね、解説動画出させていただきましたけれども、今ね、ポイントサイトの案件がちょっと騒が ってしまって今ね、5000円ぐらいまでね、下がってしまったんですけども、このクレジットカードはですね、年会費ね、無料で利用することができて、基本還元率は1%還元っていうね、年会費無料にもかかわらず1、1%はね、ちゃんと取れるクレジットカードっていう風になってるんですよね。さらに、えー、日曜日に利用していただくと、1.5%還元がね、取れるということで、非常にね、おすすめのクレジットカードっていう風になります。で、こちら貯まるポイントは T ポイントっていう風になりますんで、えー、70%ね、下のルートで 交換していただくと70%でね交換することができますので ANA マイル還元率は1.05%でここからですね ANAPay にチャージしていただいて0.5%上乗せがつくっていうふうになりますので合計で1.55%でモバイルス u i にねチャージすることができるっていったが値になりますまあこちらのルートはですね非常にね簡単でおすすめっていうふうになりますかねまあこのね JQ ミズホルートに関してはまあ別の動画でねあの詳しく解説させていただいて ておりりまますすすのでで、まあ、今回ねね詳ししいいい話ははななけども t ポポイインントトトからの、ね、ポイント交換ルートはこういった形になりますそれでは次にですね、もっとね、還元率をできるだけ上げていきたい。ちょっと面倒くさくてもいいっていう方は、えさらにですね、この ANAPay からさらにトヨタウォレットを経由してのモバイルイカチャージですね。まあこれをしていたことによって、まあ先ほどとね、ルートはほとんど一緒なんですけども、この ANAPay からね、トヨタウォレットを経由することによって、 こ,このね、1%還元。ここがですね、取れるって言ったがちになるんですよね。で、このね、ANAPay からトヨタウォレットのチャージっていうのは、 私ね、この動画撮ってるの9月1日なんですけども、9月1日の時点では私ね、先ほどチャージさせていただきましたけども、このルートね、ちゃん,ちゃんとね、チャージすることができるっていう風になりますんで、まあ、できる、できないはね、ちょっとあるみたいなんですけども、まあ私はね、できておりますので、まあちょっとね、できない方がどういったね、原因なのかちょっとわかんないんですけども、まあこのルートを入れていただくとですね、さらにね、1%還元が取れるっていう風になりますんで、まあ最大還元率はね、2.55%でね、利用 することができますまあこの還元はねトヨタウォレットっていう風になりますんでまあ、他のねあのマイルとかにね交換することができないんですけどもまあ、マイルを取りつつですね普通の還元もね取ることができるっていった形になりますで次にですねこちらは ana のクレジットカードですね ana のゴールドカードでね利用していただくとまぁ、あ、こちらねビザマスターだけにはなるわけなんですけどもキャッシュにチャージしていただいて ana ペイトヨタウォレット モバイルスイカですね。で、これでやるとですね、まずね、ここのキャッシュでね、0.2%還元が取ることができます。こちら5万円まででしたね。月の、えー、上限がですね、0.2%って言った形になります。で、えー、上限がね、500ポイントだったかなあ、じゃあ100ポイントですね。てんでて質問で、かなりね、まあ、少ないわけなんですけども、一応ね、ここも、えー、取ることができます。で、先ほどとこの後はね、一緒で、えー、1%がね、取れて、 ここでね、1%は取れるって言った味になります。で、ANA マイルの還元率は、ここでね、ANA マイルが1.5%、ここはね、1.2%っていう風になりますんで、まあ、ここはね、0.2%しか変わらないんでね、まあ、やるかやらないかはね、お好みになるんですけども、こういったね、ルートもございます。で、ポイント交換ルートね、こちらのいいところは、ポイント交換がね、そのまま ANA に、ね、交換するだけなんでね、非常に簡単にね、利用することができるっていう風になりますんで、ここはね、最大のメリットっていう いう風になりますよねでまたね ANA のライフソリューションとかで ANA の決済額で、ね、貯められている方はまあここでね ANA カードを使ってここで ANAPay 使ってますんでねダブルカウント入ると思いますんでねこれもね結構いいメリットのポイントかななんていうふうに思います。 それでは次にですね、アメックスで利用されたい方ですね、こちら Android、iPhone ね、両方とも利用することができるルートというふうになっておりまして、最大還元率は2.2%還元っていうふうになります。で、このね、えー、このルートに関してはね、もう ANA マイルの還元率ではなくて、まあアメックスのね、カードっていうふうになっておりますんで、まあ、還元はね、アメックスのカードになるわけなんですけども、アメックスからキャッシュにチャージしていただいて、ここから a n a ーペイですね。a n a ーペイからトヨタウォレットですね。で、トヨタウォレットでモバイルス 以下にチャージしていただくと、えー、ここでねアメックスの、えー、ポイントが0.5%ですねマリオットアメックスプレミアムカードであれば、えー、本来100円で3ポイントなんで200円で3ポイントですねここら辺とかねあの ana アメックスゴールドとか普通のねアメックスゴールドだと200円で1ポイントっていた感じになりますでまあこちらは先ほどと一緒ですねでこの anap をね使った時にも 0.5%ね。こちらは AD マイルがね、貯まるって言った鉢になります。で、トヨタウォレットはね、1%還元が取れるっていうふうになりますんで、こちらで利用していただくと最大還元率は2.2%還元っていうふうになりますんで、非常にね、還元率が高いですよね。まあ、その代わり、まあ、ここがね、アメックスのポイントっていうふうになりまして、ここはね、キャッシュですし、まあ、ここは AD マイルですし、ここはね、トヨタウォレットっていうふうになりますんで、まあ、ちょっとね、還元がバラバラにね、広がっていきますので、まあ、この点はね、まあ、覚えて ておく必要はあるかななんんていうふうに思うんですすすけども、えー、還元率自体はででねねかななりり、ね、高いって言った形になりますで次にですねこちらはね iPhone ユーザーのみにはなるんですけどもさらにね、えー、還元率を上げることができますこちらね Android ユーザーの方は利用することができないんですけどもこちらはね各社 Amex から auPay プリペイドカードにチャージしていただいてそこからね ANAPay にチャージしていただきますそこでね 0.5%0.5% が取れてまたね a n a ペイ使った時に0.5%、トヨタウォレットをモバイル追加にチャージしていただいた時に1%還元が取れるっていう風になりますんで、まあ合計でね、えー、こちらで1%でこっちで1.5%が取れるっていう風になりますんで、えー、合計2.5%還元ですね、えー、取ることができるって言ったはになるんですよね。まあ非常にね、還元率がね、高いルートっていう風になりますんで、もしね、アメックスでユーペイプリペイドカードを持っていて、 iPhone の方はですね、このルートがね、一番おすすめって言いた感じになります。まあ、チャージをね、繰り返しますんで、まあ、めんどくさい方はね、中にはいらっしゃると思いますんで、もしね、まあ、いや、こういうのはね、めんどくさいっていう方は、まあ、一番おすすめのルートはね、こちらですね。はい、もう本当に AMEX から B43 経由のシンプルルートで0.5%還元ですね。このルートのいいところはですね、 このね、B4 さんがね、無料で発行することができて、まあチャージしてね、0.5%取れるっていう風になるのと、これがね、ビザブランドっていう風になるんですよね。ですので、アメックスが使えないところでも、このね、B4 さんにチャージしていただいたことによってえ、ビザでね、利用することができるっていう風になりますんで、これもね、非常におすすめポイントです。で、またですね、 え、このね、B4 さんっていうのは、まあもちろんモバイルスイカにね、チャージすることもできるんですけどもペ、PayPay イペイにね、紐付けて利用することができるっていう風になりますんで、アメックスが使えない、またね、ビザも使えないけどペ、PayPay イペイは使えるみたいなね、まあそういったお店でもですね、このルートだとね、結構潰しが効いたりいたしますので、まあこの点はね、結構おすすめポイントですね。私もね、B4 さんね、あの一回ね、もういらないかな、なんていう風に思ってたんですけども、今ね、私はこのルートをね、結構使っており いますのでこういったね感じで利用していただくのも本当にねシンプルルート0.5%還元なんですけども、まあ、簡単に利用することができて PayPay でも使えるっていう風になりますんで、まあ、ここはね結構強いですよね。はいいこういった感じになります ということで、今回ですね、エポスゴールドカード、JK エポスゴールドカードの選べるポイントアップショップがですね、火薬になって終了いたしましたので、まぁ今回ね、スイカのね、チャージ方法をえまとめてね、紹介させていただいたわけなんですけども、アメックスに関してはですね、究極の話をさせていただくと、券売機でクレジットカードで切符を買っていただければ、ポイント満額つきます。 はい。ですので、もしね、まあ、こちらね、関東圏の方しかね、利用することがね、できない。まあ、あのね、券売機がね、あればね、どこでも利用することができるんですけども、まあ、こちらの券売機じゃないと、切符ってクレジットカードで買えないんですよね。で、今のところ私が試した感じだと、JR と小田急、まあ、 こちらはね、利用することがね、できたんですけども、それ以外もね、私まだ試せてないので、まあ、K 級はね、どうやらカードで切符っていうのは買えないみたいなので、まあ、利用できるところはね、限られるわけなんですけども、切符さえね、 あの、クレジットカードで買えれば、まあ、ポイント満額はね、取ることができます。ですけれども、あの、切符なんでね、あの、毎回改札通さなきゃいけないんで、まあ、そこまでするかしないかっていうね、話はあるんですけども、一応ね、こういう方法もありますので、まあ、こちらだとね、明細はモバイル Suica ではなくて、JR 東日本で上がってきますんで、まあ、ポイント満額取れるっていうふうになりますんで、まあ、一応ね、こちらも覚えておいていただければなぁと思います。まあ、ここまでね、やる人はね、私ぐらいしかいないと思うんですけども、一応ね、こういった感じになります。 ます。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画に気に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントねやっておりますんでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。